お母さんいますか?つってね。あんたの息子さんがうちに押しかけてくるんですよ。こんにちは。ゆきこちゃん。ご飯食べようかな。ゆきこちゃんです。病院は今日と明日と2連チャン続くんだよね。爆弾やりとりです。アルブミ入れてくる。あと2本。食い物がないな。カレー食べるか。食い物がないんだよ。今日涼しいというか寒いの。海軍カレー。これうまいよ。これ俺一番好きかもしれない。一番好きっていうか、他のうまいも食ったことないけど。高くないよ、しかも安い。367円とか。他の海軍カレーとかがもう高い。
700円とかするよ、本当に。カレー360円出せるでしょ、そんな。ここのうまさ。うちのおふくろと一緒だよ。安くてまずいものをね、食いたいっていう。クズと、あのクズと一緒。うん、ミヤちゃんありがとう。これアカシアのさ、これも安いよ、別に。蜂蜜。これね、これも600円とかだよ。ね、ミヤちゃん、そうでしょ。高級なやつで、一応アカシアって。ちょっと待って、もう違ったね。あ、これここで奥さんラッキョウですよ。奥さん、ちょ見てこれ、な、熱すぎるかな。熱すぎるかな、奥さん。これ市販のらっきょうでもね、これ3ヶ月ぐらい持つから、うん、なんか賞味期限調べたら。開けてからでも大丈夫。酢漬けのやつはね。しかも、あの、自家製のらっきょうなんて、1年とか持つんでしょう。すごい持つらしいよ。常温保存で1年とか余裕で、うん、何このチンゲー。